サイコ持つか、サイコ、サイコ大丈夫かな、サイコ多分無理だな、もう無理だな、サイコだけどやっぱりスタンで一旦間を稼ごう、ダメかな、やっぱり麻痺してくんないかな、全然反撃もらわないか、俺好きなんだよねこの歌、うん、いやばいやばいやばい、やられるやられる、マジやばいマジやばいマジやばい、なかなかないからね、ちょっと待ってよ、これやばい、あいつは幕の内弁当じゃないとダメだわ、こいつは幕の内弁当じゃないとこいつはダメ、幕の内弁当食ってくれるか、だいぶ元気だな、よし待って、だけどこいつは今この一旦しか最強技使えないからちょっと使わせてくれ、待って絆が強いとこれダメージでかいんでしょ、状態異常中のメンバーは攻撃に参加できない、あそういうのがあるんだ、じゃあサスタバイピン高いでいくか、行くよ行くよ、もうおっしゃー、死ぬつもりで行ったわ、よしいけるいけるいける、倒れてる、まだ、あー倒れてない、あー反撃食らいそう、あーまたなんか変になってる、もうこいつのさ全体攻撃頭おかしいんだけど、ちょっと待って、ちょっと幕の内弁当多めに持ってきてよかったわ、もう遠足だわ、まだちょっと待って、間違えたかもしれん、使うやつ、サイコ動けるか、あやばい、あーミスった、これサイコ巻き添えて食らうよね、サイコギリギリ、サイコにターンが回ったら終わる、あぶねえ、サイコにターンが回ったらマジ終わるとこだった、待ってサイコいけるか、サイコサイコサイコ、高級焼肉弁当でいいか、サイコこれで我慢できるか、しびれて防服着ててモーニングスターみたいなの持ってて、すごいロボットダンスしてるけど、サイコ食えるかこの焼肉弁当、いけるよな、食えるよな、すごい歯食いしばり、サイコの今で見た、すごい歯食いしばりだからこっち睨んでたんだけど、サイコ大丈夫か、あれは完全に俺に恨みを持つような目を見てたけど大丈夫か、そんなことないよな、よしせんべい食えるよな、サイコ大丈夫だよな、サイコ動けるか、あサイコ動けるようになってるな、大丈夫か、どうしよう、一応状態異常直せるやつあったっけ、もうないか、今攻撃力下げるか、下がるかな、これであざといポーズ取ってみるか、いけるか、効かないよな、やっぱりやっぱり効かないよな、無理だったよな、あざとかったね今の、よし守備力下がったわ、あざとかったわ、ちょっと炭いけるか、ちょっと炭で我慢してもらっていいか、よしよし、これマジ効果抜群だな、絶対当たるんだけど、マジ強いな、大丈夫、まあ、こいつこの技が秀逸で強いんだけど、強すぎんか、あっ OKOKOK、ミスってるミスってるミスってる、春日苦しんでる、大丈夫大丈夫大丈夫、いける、札束ビンタかい、もう一回いっていいか、春日とっておきだな、よしいいパンチやろう、待てサイコは回復要因だから追い打ちはできん、春日一旦回復させよう、よしよし一旦回復させて頑張ろう頑張ろう、どうしようかなこいつ、ハサミ投げるか、とりあえずちょっとでも削っとくか、よしよしウィークね、ほら攻撃したら絶対なんかすんのよこの子、あ足首切られただけか、スタンガンいけるよな、こいつスタンガンしかマジでしてないんだけど、よしよしオッケーオッケー、ああもうすぐ立ち上がるわ、オッケーオッケー、ジャスガジャスガナイスジャスガ、オッケーオッケー、よしよしよし、札束ビンタでこれとどめなんじゃないか、オッケーナイス、ありがとうございます、めちゃめちゃ経験値もらえたけどね、おかしいぐらいもらったけど、ナイス、ありがとうございます、上がりましたよ、ジョブランクもだいぶ上がったよ、テンション上がりますね、テンション上がりますね、うん、またいい女になったって言わないんだ、成長を感じます、おとなしいねエリちゃんはね、アダチちゃん、アダチちゃんごめんね、やっちまったじゃん、余興は終わりだ、うん、次はてめえらだ、うん
ナイスナイス。プラついとる下級ランカーとチャンピオンが同じリングに上がれるかいな。やっぱ強いのかな。あ、来た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 。ボクサー。オウミの直れになる。オウミの直れになる。おもろいのが出てきよった。わしら喧嘩相手がおらんようになって久しいさかいの。喧嘩するつもり？俺らを見逃したこと、後で後悔するぜ。こいつ強いのかな。そいつは楽しみや。やば、強いのかな。だけどこいつ自身が強かったからね。こいつ強かったからね、マジで。飯食うとき一番うまいもんを最後まで取っとくタイプや。俺と同じだね。いや、俺そんなことないかもしれない。アホやで、あいつは。アホやで、あいつは。そないな真似したら、うん、他のもんに食われるがな。うん、肩慣らしはもういいよな。うん、みんな、ね、バカ野郎、喋らせんな。あ、疲れてるな、私。体力使っちゃまいいのか。私限界だな。コミシュルの人、うん、奥の手とかあるなら今出して。おう、使える男、頼むよ。うん、こいつの私に頼らずとも、こいつの格好熱そうだね。あなた方はまだ切り札をお持ちのようですよ。え、誰、ナンバ。おい、そんなかっこいい男じゃねえだろ、ナンバー。お前ふざけんなよ、不老者がよ。マジで着替えてくれ、ナンバー。だから、ああ、無茶しすぎなんだよ、お前は。着替えてくれ、頼む。もうお前らと一緒に面倒に巻き込まれんのはごめんだと思ったけど。ヤマンブさん、まさかナンバがメガンテで。すっきりするところか。メガンテでどうにも気になっちまってよ。ああ、ナンバ、ナンバ、ナンバ。だから、その手伝わせてくれよ。ナンバ、ナンバよ。ナンバ、ナンバ。なんちゃ、うん、くそ、全然かっこよくねえぞ、この野郎。ナンバ、ナンバ、ナンバ。ヤスケン、ヤスケン、何っていう。何やおったんか、これまた裏切んのかい。また裏切んのかい。さすが嫌なとこズバッとついてくるぜ、本職のヤクザは。うん、ナンバかっこいいじゃん今ね。これは裏切りなんかじゃねえ。お、俺はもう迷わねえ。裏切ったんだろ、だから。なんだよ、ちょナンバ、俺パーティーには入れんぞ。悪いな、みんな。パーティーには入れんぞ俺。うん、今日は俺の日だ。俺も行ってみてえな、今日は俺の日だって。俺行ってみてえな、あんな格好つけながら行ってみてえな。俺生まれて一度も行ったことねえわ。まとめてやっとるわ。ああ、まとめてやっとるわ。ナンバが強制参加。うん、俺らと離れている間にちゃんと成長してきたんだろうな。してんのこいつ。成長、うん、こういう風に合流するときはだいたい成長して強くなったりするのが、うん、今日は中見さんの日だね。え、行ってみたいよね、俺の日だって。なんだよ、うん、そのお約束って。うん、まあ俺も手ぶらじゃカッコつかねえし。うん、新しい技くらいは考えてきたで。嘘だろ、ハト以外で頼むぞお前。うん、マジだ。ハト呼ぶだけだろお前。私の番です。お前マジで期待させんだよ。マジで期待するからな俺。ナンバー、今日は俺の日だとか言っちゃうしさ。とりあえずこいつはスタンよ。ボスはスタン。しびれてくれ。よし、反撃がない、反撃がないだけでかい。で、画鋲を撒き散らして、この撒き菱で奥のやつらをやっつける。これ、よし、行こう行こう。強い。マジでね、人を殺す画鋲なのよこいつの。画鋲はおかしいのよ、人を殺すから。ちょ、強すぎるからな、あいつの画鋲。頭おかしいからな。
どこ狙ったらあんなに殺せんだよ人。これ28列、こいつはマジ弱そうだな。おにぎりで殺せそうな気するけど、一旦これで殺すか。よし、はい、はい、終わり。よしよし、オッケーオッケー、よしよし、オッケーオッケー、よし、オッケーオッケー。危ない危ない、また動いてる、うん、これナンバさ、いきなりピーチなんだけど、ナンバここを打開できる何かあるのか。熱気ブレス、熱気監獄の極み、何これ。汚れた空気を圧縮し放ち、敵全体に熱気属性の大ダメージを与える大技、確率で熱気やられ状態にする。だけどナンバー今することは一応エンドレスラブかしばしの休憩だと思うんだよな。ナンバー一旦休憩しよう、いつも通りのナンバーで俺安心する。そう、それがお前だ、いつものお前だ、大丈夫。よし、お水隠れたか。よし、ああやって寝るのがナンバーだからな。で一旦スタンで、このこいつの動きを止めとかないとさ、はい、スタンガンで。マジこの技優秀だな、反撃食らわないんだけど。サイドがいないからナンバしか回復薬がいないね。大丈夫よ、分かってるよ。今最後消えちゃったからね。よし、倒した倒した。オッケーオッケー、あと一人いるけどあいつ隠れてるもんね。こいつ反撃するのが嫌なんだよね。逃げるなら今のうちだぞ。どうしようかな、守備力上がる、敵一体ダメージ、確率って自分のおにぎりでいいかな。一旦おにぎり、乱心切り、勢いに任せて。これ必ずクリティカルなのっつってもさ、そんな威力なかったんだけどな。やっぱそんな変わりそうな気しないけどな、消費の割に。やっぱり反撃食らうのね、やっぱり。あ、ビビって足つくんじゃった、反撃食らっちゃったわ。とりあえずエンドレスラブは歌うか。エンドレスラブ、よしよし、エンドレスラブ、オッケー。エンドレスラブ、逃げるなら今のうちって、お前が逃げる。ナンバー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 、ナンバー大丈夫か、ナンバー大丈夫か、ナンバーマジで頼む、本当に本当にお願いだから、ナンバー頼む、ナンバー頼む、マジでもうちょっと気合い入れてくれ。うーじゃないから、マクロシで弁当でいいか。ナンバー高級はいらないだろ、お前に。幕の内でいいよな。よし、大丈夫だったな、やっぱ。幕の内で十分だったな、あいつは。よし。よし、こっち。あ、待って、石田狙っちゃった、間違って。あー。あー、石田だった。暗撃すんの、これも。危ねえ、ジャスガル。危ねえ、危ねえ。危ねえ、危ねえ。あー、ビビってるわ。やばい。待て、待て、待て、待て。ちょっと、ハト。久々にハトみたい。ハトでいいか。ハートでいけるか、ナンバー。あ、ハートも弱くなったな、だいぶ。だいぶハートも弱くなったら。ちょっとどうしようかな。どうしようかな。こっち、こっちで。オッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。一旦これで始末して。よしよし。またこいつ反撃するのがほんと嫌だ。反撃されるのがマジで嫌だ。スマホのフラッシュ、こっちの方が強烈なのかな効果。お、命中率だいぶ下がったような感じするな、あれ。反撃すんの、一応反撃すんだ。あ、ミスった、ミスった。ナイス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 。あいつは怯えてるね。一旦スタン、やっぱスタンが優秀なんだよな。反撃食らわないしさ、敵ダウンするしさ、ほら敵ダウンするしさ。で、その間にこうやって、はい。はい。これは反撃来ないでしょ？ OK、OK、OK。そう、これが強いんよな。どうしようかな。エンドレス、これ、蘇りって何？ナンパ独自の蘇生術で、戦闘不能な味方を、一体を復活させる大技。ナンパ、結構強くなって帰ってきたな。だけど、ミュージシャン、エンドレスラブは分かったけど、え、ナンバーいきなり返り咲くのか、最後の代わりになるのか、こいつ。守備力下げる、行ってみるか。これ反撃食らうかな、いけるかな。守備力下がった、反撃するか、こいつ反撃するな。オッケー、ジャスガーギリギリ、あいつビビリになってるじゃん。やっぱスタンしかないわ、やっぱスタンしかないんだけど。
俺この技が優秀すぎるんだけど本当に。はい倒れてる、ナイスナイス、反撃食らわない、はい、よしよし、オッケーオッケーオッケー、強すぎるんだが、どうしようかな、防御禁止だからな、どうしようかな、あいつ状態異常食らってんでしょ、じゃあこれでいいか、状態異常の敵にダメージ与える、奥の手、これいける、ミスったわ、これ反撃食らう、反撃食らうんかこれも、オッケーオッケー、ジャストのタイミングだんだん分かってきてくるね、そうお前の番よ、こいつがマジで攻撃の軸だからね、ちょっとおとなしくしてて、もうこれ強すぎるんだけど、いけるかいけるか、ちょっと弾攻撃、はいオッケーオッケー、よしよしよし、あーこいつの番になったか、反撃食らっちゃうな、どうしようかな、あんまやりたくないんだけどな、もう攻撃をしたくないんだよ、もう単純に攻撃したくないんだよね、行くか行くか行くしかねえか、うっそ、ちょっとあいつまだビビり状態か、スタンオッケースタンスタンオッケー、うん、オッケー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 、しびれてる、でダメダメダメ、もうここはフラッシュ、一旦命中率下げたい、命中率下げてくれ、よしよし命中率下げとこう、命中率下げとこう、そういうのは大切だから、反撃来る、反撃来るね、これこれは反撃来るね、ジャストガードよ、ジャストガード、今避けた、ナイス、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、よし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 、大丈夫大丈夫、ちょっとどうしようどうしよう、いじ切り、いじ切りする、おにぎりでいいか、出血してほしいわ、むしろ、はい出血しないか、あ防御力下がった、なくなった、また反撃、今オッケーオッケー、ミスってるミスってる、いいよいいよよ、めっちゃいいよ、めっちゃいい、すごい、はい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 、ちょっとおとなしくしてて、はいはい反撃なし、あ治った、ビビり治った、じゃあエンドレスラブもう一回歌ってもらっていいか、お前エンドレスラブしかないからもう、うん、よし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 、これどうしようかな、フラッシュしてもどうせ反撃来るしな、どうしようかな、命中率と回避率を下げる、もう一回フラッシュやったくか、切れそうな気がするな、いやいや反撃食らってもいいか、一旦これでやるか、よし、はい、あんま与えねえなこれやっぱ、オッケージャスが、あビビリになった、マジかビビリになったか、おにぎりいくか、もうこれでやるしかないからな、よしよし、ちょっとずつな、でまた反撃でしょ、危ない危ない、ナイス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 、オッケー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 、スタン、はいスタン、オッケーオッケー、どうぞ、どう考えてもこの技強いんだけどな、もう狂ってるんだけどな、ちょっと臭い息いけるかナンバー、息入れれるか、息入れれるな、ナンバーナイス、よしよし反撃するんでしょ、よしよし、オッケー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 、ナイス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 よナイス、でまたおにぎりで出血してほしい、おにぎりで出血してほしい、はい、はい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 、ナイスナイス、オッケーオッケー、反撃今、オッケーオッケー、ジャスガジャスガ、オッケーオッケーオッケー、で、はいスターン、もうこれ完全パターン入ってるぞこいつ、エンドレスラブが強い、はい、しびれる、大丈夫エリちゃん、エリちゃんいけないのね、どうしよう、鳩飛ばしもどうせ来るでしょう、突き飛ばしって何、気絶状態、これ突き飛ばしも反撃食らわないんじゃね、結構 MP 消費でかいけどこれいけるんじゃねえか、ミスったわ、嘘でしょ嘘でしょこいつ、あぶねえ、ジャスガがきつい、よし OK、 よしよし、はい、あこれ強い、アホみたいに強いんだ、あ待って、攻撃今攻撃、あ OKOKOK、 倒れてる倒れてる、はい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 、 OKOK、 反撃食らわない、よし治った、やっと治った、じゃあフラッシュしてもらっていいか、ちょっとシャッターチャンスだからさ今、はい、ナイス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 、よしよし OKOK、 シャッターチャンスだからね、 OKOK、 よしよしよし OKOK、 うん反撃来るか、
今オッケー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 ナイスナイス、そうあなたの番です。強いんだがこの技マジで、もうマジガチで強いんだけど、よしよし、あ待て待て、今攻撃攻撃、オッケー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 、マジでこいつクズだな、反撃食らうの、危ない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 、あラベナさん、あラベナさんお久しぶりです、うん行くか、これ行くか、やっとこれできるわ、よし曲行こう、オッケー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 、はい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 、よし行けるかナンバー、おいナイス、おおおいいね、おいおいおい、うん、鬼だなこいつ、はいはいドン、500ぐらいいってよ、500ぐらいはいってよ、よしどのぐらいいく、600、オッケー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 、今よしミス、ナイスミス、よし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 、ちょっと待って待って、フラッシュだフラッシュ、あいつ状態異常が治ってる、シャッターチャンスだから今、オッケーオッケーオッケー、竜が如くやってるよラベーノさん、お久しぶりね、元気してるかね、オッケー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 、うん、うん、トド M 翻訳されないな、待って一旦エンドレスラブ歌わせて、あれ大の字で寝ててもう終わりだと思うけど、エンドレスラブだけ歌わせて、もうこいつの代名詞だからエンドレスラブは、よしよし、オッケー、何トドと、なんか略されなかったね、翻訳されなかったね、状態上かかってるからこれでいいか、オッケー、間違った、オッケー、ランク上がりすぎだろあいつ、よしよし、強くなった気がするぜ、あ覚悟の男差し、さらに強くなれましたね、よしまた強くなっちまったか、熱気ベレス不快な息、ホームレスでしょこれ、すげえなマジで、めちゃめちゃ上がったなあいつ、まだ成長できるとはな、よしよし、またいい女になっちゃった、うんキャンドルラッシュ、どっちみち俺最後の方使いたいんだけどな、うん、ナンバー帰ってきたな、お前のおかげで命拾いしたな、何回目だっけ、数えちゃいねえよなあナンバー、あんたこの後予定は、え、ついでと言っちゃなんだけどよ、もうちょい手伝っちゃもらえねえか、できれば助けてくれよ、お俺にはあんたの、多分これで仲間の助けがいるんだ、この章終わりだろうね、ここで来た来た、よしよしよし、あのよ、うん、こんな俺を仲間だって、うん、まだ呼んでくれんのか、ナンバーそんなこと言うなよ、ああ当たり前だろ、かっけえなこいつ、私殺されかけたんだけどな、はにかんでる、危ない、あしょうがねえ、やべえナンバー、ナンバーやべえ、俺ナンバー許しそう、うん、ミキちゃんおはよう、龍が如くやってるよ今、感動的なシーンよ、うん、うん、喫煙感を引き起こす、またそんなこと言ってんのラベナさん、俺ナンバー許しそう、俺弱いわ、俺ナンバーのこと好きになったかも、ナンバー泣くんじゃねえよ、確かにしょうがねえ連中だけど、うん、今感動的なシーンよミキちゃん、ナンバー泣くなって、頼むぜ頼むぜナンバー、ありがとうありがとう、んだよ、おかえりナンちゃん、ナンちゃん
なんかエリちゃん強いんだよな。エリちゃんの画鋲が強いのよな。エリちゃんの画鋲が強くてさ、あの韓国の人のさ、スタンガンが強いのよ。なあ。うん。ええ。うん。うん、うん、あ、結婚すんの？なるほどね。あ、いた。死にかけてたんじゃないの？一人だけで行くわ。春日君、こっち。これがボスってあれだよ。誰だよ。俺に会わせたいって。お前の昔の知り合いだってさ。ただ春日君以外の人にはまだ顔見られたくないらしい。あの都知事か。そいつがあんたを助けてくれたってことか。まあね。と言いつつその人も近江連合なんだけど。名前は。聞いてない、教えてくれなかった。会ってみりゃ全部わかるか。そういうこと。もう絶対あいつだよね、都知事だよね。うん、あ、やっぱリッチャーマンブさん、ね、私お久しぶりです。兄貴超好き。あ、あ、みつ、あー、てめえ、ミツ。おい、無事だったのかお前。無事と言っていいもんかわかりませんが、兄貴に比べりゃ。めっちゃ貫禄出てるじゃんこいつ。どうしてたんだ。俺、無所出てからわからねえことだらけだ。18年。おい、最近親さったわ。めったには会えません。雲の上の人ですから、今の親さんは。そうらしいな。うん、それでも俺は今も荒川組の組員です。うん。近江連合にはなっちまいましたが。お前も近江なのか。長さんを助けたのは俺の独断です。うん。バレりゃ始末されます。じゃあ、俺とこうしてるのはやべえってことか。こいつも仲間になるの？ここで話せることは多くありません。ただ一つだけ、兄貴のお耳に入れときたいことが。うん。え？荒川のおやすさんは、うん、そう遠くないうちにある爆地を打ちます。ね、成長してるよね。一人でも多くの味方が必要になります。一人でも多くの味方って全然あれよね。これ以上はまだ話せません。すみません、すみません、すみません。みつ、みつ、すみません。また連絡させてもらいます。連絡させてください。すみません。安平流門の山本かなさん、メガネ長見おはよう。あ、かなちゃんもおはよう。メガネです。動画きつくてごめんね。レモン堂ばっか飲んでます。もう体ボロボロです。かなちゃんも。そんなに。お元気そうで。すぐに立て直さなきゃマジで終わり。ところがボスがこんななりじゃね。ね。見てるだけで痛そうだよ。まだ龍が如くやってるよ俺。俺は総帥の座を降りようと思ってさ。え？半ピン龍マンにとってボスが誰かは大きな問題じゃない。何よりも大事なのは、やっぱクーラーつけようかな。安心できる住処があるかどうかってこと。かなちゃん今日日曜日よ。みんな日曜日だけど休みの日普通に午前中起きるんだね。でもみんな午前中起きるもんなの。今俺にはそれを用意できるだけの力がない。もともと人をまとめるのがらじゃない気してたんだけど。おたまちゃんとかライブしてるじゃん。
親父が先代だったからさ。ちょっと待てって、ね、じゃあ次の総帥ってみんなすごいですね。当てはいんのか。あ、50パーになってる。一人タフでずぶとそうなのがいる。春日君も知ってるよ。携帯充電させてきます。誰だよ。ピザで気持ち悪い。ソンヒさん、これデカピザ。ハンピンリューマンのボスに。あと2キル。あと2キル。今日まで狭い壁の中でリューマンとコミジルは水と油だったけど、その壁が崩れそうな今、うん、お互いに背中を預けなきゃ自分たちの居場所は守れない。ああ、それが納得いかないってうちのメンバーはさらに去っていくだろうね、うん、仮にそうなったとしても偉人さんは大きく体制を見直す時だよ。なるほど。何もすることないんだよね。お、何が？うん。孫悲がハンピンリューマンを束ねるや、うん、アジトを焼かれたコミジュルにも居場所を作ってやれる。あんたは自分の部下だけじゃなくコミジュルの連中も助けてやりたいんだろ。春日君ってさ、野暮なことまで全部口にしちゃうのな、うん、あんたいいやつだよ。器もでけ、うん、俺が見込んだ通り。器でけえな。でもまあ、うん、偉人さんはお前らに大きな借りができたよ、うん、清流会も感謝してると思うね。清流会か。ならあの会長からはちょいと貸しを取り立ててやるかな。あ、貸しを取り立てるって。うん、だが俺は2341さん、まだピザあるの。わらわら、まだピザある。持たせた人物、ニューヨーカーピザマジででかい。もう気持ち悪いもん。あの人には聞きてえことが。マジ今のこれピザ M も丸々残ってるからね。そうな気がすんだけど、あんた。いや、きつい。どう思うよ。もう絶対太るわ。いけると思うね。案外抜け目ないじゃん、春日君。録画ファイルが12時間いってるね。くれぐれも星野会長に。その前に3時間ゲームしてたからね。よし、行くか。龍が如く、一生一生大切に噛み締めながら、だけどサイドストーリーは一切せずに、サブストーリーは一切せずにクリアさせていただきます。ちょっとチームは考えるわ。ちょっと一旦ナンバー、ナンバー俺はお前のこと好きだけど、ナンバーちょっと抜けてもらっていいか。一旦抜けてもらっていいか。最後に変わってくれ。ごめん。一旦抜けてもらっていいか、ナンバー。ちょっと装備品もちょっと外してもらっていいか。ごめんな。悪気はないよ。悪気はない。はー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 い。ありがとうね、ナンバーちゃん。ナンバーちゃん、ありがとうね。よし。よし。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。よし、これでよし。行くか。まあ、ナンバーさ、カラオケもそんな行けてなかったからね。ダメよ。これ何や？これ何や？ここ武器売ってるところ？ここ何やだっけ？いらっしゃいませ。ちょ、待って、なこれ。有刺鉄線バットとかあるな、これ。あんま見たことないんだけど。杖。ナンバーの武器がある。嘘でしょ？ここになんか売ってるよ？なにこれ？あんま見たことないんだけど。これ何？改造ギターとか売ってる。トランプ。ん？何？俺初めて見たんだけど。あ、こんなとこにこういうの売ってたの。あ、売ってたのね。売ってたのか。あ、改造ギターってさ、ミュージシャンだけがすごい集まっ、ミュージシャンだらけのパーティーでさ、ミュージシャンがいるほどさ、攻撃力上がるってやつなかったっけ？これミュージシャンパーティー作れるんじゃない今。ミュージシャンパ。ミュージシャンしかいない。ミュージシャンのためによる、ミュージシャンだけのパーティー。ありがとうございました。ありがとうございましたって言われたわ。これミュージシャンパ作ってみようかな。ちょっとハローワーク行きたいな。ハローワークって今空いてんの？夜中よ。ハローワーク岬って空いてんのか？俺今どこにいる？タクシーどこ？最寄りの。わかんねえな、最寄りのタクシー。とりあえずミュージシャンパ作れるかな？あ、タクシーあるわ。なんかあるじゃん。一旦ここで登録して、
ハロワ行ってみるか。お、ハロワ行くわ。ちょっとハロワ、ハロワ行かして。うん。で、これミュージシャンパ作ってみるか。俺作ってみたかったんだよね、ちょっと。火力がめちゃめちゃあるんじゃないかと。ミュージシャンパ。空いてるわ。くっ、お国様大変でございますね。何か。ジョブチェンジでございます。喋れる。はい。あ、喋れるようになった。何？ナイス！ナイス！パンジーが好き。パンジーの花、マスターに。何？この子にパンジーの花を渡したら何なの？何か。いいジョブにつけるの？春日一番、ジョブチェンジいたします。ダンサーも経験いたしました。勇者も僭越ながらさせてもらいました。最初はフリーターでございました。でも進むべき道があると分かりました。ストリートミュージシャンにはまだなれません。優しさが足りません。うわ、なんだよこれ。ふざけんなよ。ミュージシャンなれねえじゃねえかよ。優しさが足りないのかよ。何になろう。ホストになろうかな、今度。レベル10超えたらもういいでしょ。ホストになるか。さんがさ、何したらいいか迷うんだよね。用心棒やったことあるしさ、ホストは今さ、やつがなったしさ、ダンサー行く？エンジェルさん、ダンサーでいいかな。あ、風花もおはよう。おはようございます、風花。チャネポで相槌打つの難しいな。チャネポなかなか難しいよ。これ何にしようかな。だけ用心棒っぽいよね、ハンジュンギ。用心棒させてみるか。かっけー。おめでとうございます。かっけー。ハンジュンギこれにするか。でこいつ、ね、寝てないの。深み12ハニャ。そう、寝てない、ずっとやってるよ。風花がぐっすり寝てる間も俺は龍が如くやってましたよ。わいて言う必要ないけど、やっぱさ、喪服って色気あるよね。やりましたね。うん、シックな感じがいいよね。リクルートスーツとはまた違うなんかあるよね。でディーラーでしょ。足立さんは、足立さん結構いろいろなれんじゃない。エンジェルさん、それとミシャね、4回でやる予定だったのに爆睡した。深み12ピエ。あ、そうだったんだ。俺もエペちょっとやろうかなとか思ってるけどね。ストリートミュージシャンが揃わないとさ、何もいいことできないんだよね。ミュージシャンなってみる。ストリートミュージシャンなってみる。こいつミュージシャンなれんでしょ。ハンさんは、ハンさんなれないでしょ。ナンバはもうストリートミュージシャン経験済みだよね。本当にナンバダンサーいけるか。ナンバダンサーいけるか。ナンバがダンサーって考えきれないんだけど、エオジボの考えきれないな。ナンバダンサーいけるか。ナンバダンサーでぶっちゃけられるか。ナンバダンサーにしてみるか。やりましたね。うん、よし、いっか。一旦足立は他になりたいの。あ、料理人って誰もなったことないよね。あ、料理人かもね。料理人って誰もなったことないか。料理人してみるか。ナンバちょっと、おめでとう、ナンバじゃないわ。なれるか。
業務用泡立て器とか。だけどパーティーメンバーはここの4人ね、基本は。で、応援しています。ありがとう、応援してくれてる。で、こっから武具を揃えるのよ。スパークリングワインでしょ、赤熱とメイクポーチ。中身さん、地下ですか？これ地上ですね、地上です。で、トランプさ、なんかさ、すごいのあったじゃん、ほらこれ、フォーチュンダイス。運試して良い結果を導くと言われてるダイス、ディーラーの極意で良い技、結果出やすくなる。これ、これでしょ、フォーチュン。フォーチュン空気。ヘイ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 、やめとこう、ちょっと悪いのでやめとこう。気合、眠気を吹き飛ばす。炎の核ちょっと欲しいな。炎の核をこいつに行くか。最初の初期装備のままだね。さらしとかマジ恥ずかしいんだけど。もうさらしが恥ずかしいんだけど。MP10 増加とかも、もうクズみたいななんだけど。MP80 増加があるのにさ、俺ずっと10増加をつけてんの。もう気が狂ってるよな。毎回思うけど気が狂ってるよな、この装備構成。器用さがあったら何なの、こいつの。もっといいのあるだろう。勇気のペンダント。ビビり状態無効。睡眠無効。いいじゃん。これ火の守りいいね。健康リングって何？血行良くする。攻撃力上がる。俺こんなクズみたいな装備させてたの、こいつらに。ずっと。シンプルイヤリング。もっといいのね。エンジェルさん。そんないいのね。イスンテイ、アフライット、サッコ、バルド、ハゲル、ジョイオマ、洗濯干すからロムル、深み12ニャンニャン。長見。ただ、ゴー、ボルド。わかんない。英語と日本語混じるとちゃんと訳さないんだよね。よし、一旦、武器防具揃えますか。武器防具揃えましょう。多分それが一番手っ取り早い。ちょっと自動販売機のところで何か探すけどさ。で、自動販売機から買えるもん買っとく？もう買うもんないけどさ。一旦、ここから、で、あそこの、どこだっけ？ここ、ここに行きたい。あ、違う、ここじゃねえわ。どこだっけ？ここだ。ここ。ラブマジック。一旦ラブマジックで、武器防具が変えるか。で、いつもそこ行く途中で敵がいるのよ。で、この敵でやられそうになるのがいつも嫌なのよ。だけど、この道しかないのよ。全然この道じゃなかったわ。え、あれタクシーじゃない？あそこのタクシーって解放してないんじゃない？どこ？こっち？解放してるな。こう。あ、いやらしい声出すなよ。もうちょっとおとなしく背伸びしてくれ。で、ここら。で、このアクト、あ、なんか落ちてる。ラッキー。これなんか落ちてるね。あー、ダイモンが落ちてるか。いつもダイモンに騙される。どっか行った敵。いなくなったね。よしよし、お店入ろう。お店入ろう。今のうち、お店入るなら今。オッケーオッケーオッケー。よし、何見てんだよって言われたけど気にしない。で、これで火力が上がるやつ。45、下がる。下がる、下がる。下がる。下がる。はい、いいのない。こちらこそありがとうございました。本当に。命をかけてここに来たのに。本当に。本当ありがとうございました。何見てんだよって言われたからな。こちらにタクシーある？タクシーねえか。一旦タクシー場所戻るか。うん。あー、また悪党いた。あ、違うか。あれ、ただの通行人か。あ、いるじゃん、ここに。一旦ここ通ったら大丈夫かな。オッケーオッケー。よし。で、あ、そうそう、製作所。そう、ここの製作所行って、フロンティア精神。こんなところにナズナが生えてるな。何ナズナって。ナズナ？野草だよ。ん？おひたしにすると結構うまいな。まあいいや。ちょっと絆深めとくか。ナンバー絆ゲージいっぱいだね。よし、武器作ろう。武器の強化じゃない。武器生産。だけどもうアイテム足りないと思うんだよな、ホスト。電撃イエローワイン。これ？泥酔スパークリング。電撃の方が好きなんだけどな。通常攻撃時に MP 回復。確率でヨーヨー付与。これ強いな。これいくか。作れないのね。そりゃそうか。作れなかったのか。だからそういうことになってるのか。ありがとうございます。ホスト用の武器ありがとうございます。で、用心棒。あ、仕込み毒刀。作れないのか。キャバ嬢は？キャバ嬢も作れねえか。ディーラーも作れねえわ。俺こんなところに来てなんか意味あるの？ホスト、これ強化できる？できねえじゃん。用心棒これできないでしょ？キャバ嬢ない。ディーラーない。
マジで何百万投資したと思ってんだよこいつに。200万だけど本当に何も役に立たないんだけど、あいつもうびっくりなんだけど。こっち待ってよ、ラブマジック、ここは質屋でしょ、でここ製作所でしょ、ここでしょ、さっきのところだ、ここか。海猫座、海猫座に行ってちゃんと武具があるか、ちょっと海猫座までお願い。こっち、ちゃ、こっちじゃない、ちゃちゃちゃ、ちょっとちょっとこっち、あった海猫座、よしよし、海猫座行って、ちょっとどこ行けばいいの、こっちか、ここにお店があるか、よしよし、あったあったお店ね。お店の前ってなんでいつもさ敵がいるの、なんなの、装備揃えるために来てるんだからさ、もう無理があるでしょ。冷静にこっちに歩いてくるしさ、意味が分かんないんだけど。ここ入っても絶対見つかるよな、あいつらやる気よな、俺やられるんだけど絶対。うん、ここら辺の敵強いもん絶対。これ何、絡まれてんの、ガタイがいいなこいつ、ザンギフみたいな体してんだけど。これ待って、もうちょっと体調整えさせてくれ俺に、無理よ、だからもう勝てないって。なんか今会話があったな、会話なんだ、俺のポリシー。昔ながらの床屋だ。あ、床屋ね、こういう見た、これはい、ちょっとナンバーごめんな、絆が上がんなくて。こっち向くなよ、こっち向くなって今言っただろ俺。待って、どうしよう、こっち、こっちから行った、行った、じゃ自転車じゃない、ここ飛び越え、待って来ないって、よし、危ない危ない、ちょ見てる、あーもうこいつら強す、もうシャンパン持ってるもん。覚悟のかんざし、うん、自分の HP が低いほどバブルスプラッシュ、キンキンに冷えた、君雑魚じゃねえって、かかってこい、イケイケコール、ゴールドフィンガー、ゴールドアトラス、ハイドでかいね、私が相手です。いやもういけるかな、戦えるかな、割と悪くないかもしれん、うん、影のいい、ああれ画鋲投げてなくなるの、君雑魚じゃねー、ドロー&スロー、これ戦えるのか、これで見せてくれ、うん、10、そうあなたの番、あースタンスマッシュある、オッケーオッケーオッケー、おにぎりもある、オッケー、君雑魚じゃねー言い過ぎだろ、待って、どうしよう、こっち、ここ、ちょっと待って、ちょっと待って、どこ、あいつか、オッケーオッケー、いけるか、この距離いけるか、いけるね、オッケー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 、よしよしよし、大丈夫大丈夫、で、これはカードシュート、名刺投げつけて出血状態にする、キャンドルラッシュ、こいつ職業何、スパークリングキャノン、サマーソルトレイクは前からあるでしょ、これ初めて見るな、こいつレベル16か、こいつは弱そうだな、ミスったわ、こいつ何、あキャバ嬢か、キャバ嬢だ、キャバ嬢だったわ、最後キャバ嬢にしたわ、忘れてたわ、よしよし、ちょっと熱いな、バブルスプラッシュ、これバブルスプラッシュいけるか、とっておきだからな、はい、弱っ、武器が弱いせいか、弱いぞ、うん、いけるか、ジョーカー、ジョーカーとかあるの、180、ジョーカーとかあるんだ、まあ、こいつらへんは雑魚だよね、こいつはさすがに、いけるか、まあ、いけるわな、よしよし、こいつらへんはいいんだよ、こいつマジカルボイスで、そう回復できるからね、ハードシュートいらないでしょ、サマーソルトレッグ分かるでしょ、キャンドル、威力大、 63?63 使うの、使わずないだろ、スパークリングキャノン、なんでこいつが使えるの、スパークリングキャノン、キャバ嬢強っ、強っ、サイコが使うとこんなに強いの、何これ、あ、これか、サイコだとこんなに強いの、通常攻撃見てみよう、
通常攻撃の方が強いな感じすんな。よしよし、あ、ジョブランクアップした一気に。あ、ちょろいな。よし、いけるか。オッケーオッケー。テンション上がりますね。上がるよな。うん、成長を感じます。成長感じるか。割と似合うなあいつ。うん、あいついつも一つ上の男って言って大体下なんだよな。よし、うん、あーまたここ来るといるよ。ほらもう倒してさ、待って、いらっしゃいませ。よしよしよし、オッケーオッケー、いけた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 。これ15下がんのね。はいはい、上がる上がる上がる。ホンガーポーチ32万、大変お高お高うございます。中華のお玉28万、中華のお玉高い。昇降スパークリング21上がる。これ21上がんのか。一旦これ装備してくれ。よし、これ装備して32万のやつまだ買えるよね。オッケーオッケー。で、ディーラーは70万。待て待て待て、32万のポーチは買うか。よしよし。で、足りないお金が70万。70万か。ありがとうございました。ま、70万ないことはないからな。70万はないことはない。あのポプラのところ、ポップこっちか。ここはこっち、亀西、亀西行けばいい。こっちサバイバーだっけ、一番成果か。ここは鶴亀街道に行けばいいのね。西鶴亀街道西行って70万下ろしてきて、絶対死にたくないけどね、70万下ろした後は。うん、あ、弱い弱い、全然弱い。レベル低いじゃんこいつら。通常攻撃でいいわ。オッケーオッケー。うん、うん、あ、ダメかもしれない、通常攻撃じゃ。あ、いけるよな。そう、普通はいけるよな。そう、レベル10だよ。うん、いけるよな。そうそうそう、よしよし、勝てる勝てる勝てる。最高最高、ナイスよ。うん、よし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 。カードがさ、強いのがないからさ、やっぱりないからな。あー弱っ、シャンパンが弱いのかな。やっぱシャンパン弱えな。もっといいのがないとダメだなこれ。また強くなっちまったか。ああああ、おおおお、ナンバーナンバーごめんな。70万下ろしに行きたいから。なんだよ、70万下ろしに行くって。こっちね、言うて金あるからな。80万下ろそうかな。よし、着いた。で、ここまっすぐ行って、嘘でしょ。ん、そう、ラベピーターさん結構銀行にお金預けてるんですよ私。うん、預けるじゃない。100万ぐらい預けてんだよね、ここに。あったあった、80万下ろそう。80万下ろして消耗品も買おう。で、薬局行ってさ、あの倒れてるやつ生き返らせるやつ、あれ欲しいんだよね。スタミナンライト、これも一応買っとくか。ありがとうございます。適当で買うっていう。これ70万切ったんじゃねえ、いけない。75万になってるわ。ちょっと待って、お金の使い方が雑すぎるんだけど。待って、一応もう一回10万下ろすか。どんだけどんぶり勘定で生きてんの。いや、で、さすがに10万20万意識しようよ。で、ここでこれ何、ユン食品、薬局みたいのがどっかにあったような気がするんだよな。薬局あったあったあった、これこれ、ウェルカム薬局、ここだ。またここに行けばいいのか、ウミネコ。ここにさ、なんか売ってそうな気がするんだよね。なんだっけあれを、ここだっけ、あれどこだっけ、あ、こっちか。うん、あそこに医療キットとかそういう感じの売ってて、生き返らすことできると思うんだよね。即楽しい。あ、まただよーこいつら。ちょっと弱そうなやつ、一番レベルの低いやつ誰、うつろな信者こいつか。うん、車盗めない、ノー。お、強い。車は盗めなくてね、車にね乗ろうとしてたね。敵一体でしょ、バブルスプラッシュ。全然ね、いいことないよ。あー、ダメだわ。あ、もうダメだわ、全然。これゴールドフィンガー、
もうホストやべえ、全体攻撃がない。気軽に使える技もない。こうバブルスプラッシュしかない。ネオヒッピー、オッケー。うん、オッケー。あ、いいね。割とそこまで悪くなかった。そう、タクシー乗ってラベビタさん、今移動しようと思ってたんですよ。まあこのレベルの低いやつからやっつけるか。あ、間違った。全体攻撃がないのがきつい。こいつか。スパークリングキャノン。これは強かったけどさ、怪しい大使。これ同じ技だよね。はい。うん。ちょっと連射率が違うね。まあ、サイコはサイコで強いな。ピースフルソング。いや、これオート攻撃でいいわ。攻撃力下がっても、こいつその分多く殴られるだけだけどな。大丈夫か。攻撃力低くなっても、こいつが損するだけだぞ。車にひかれんじゃねえか、あいつ、あのままだと。なんか場所が移動したぞ。なんかバグってんのか。うん、またいで。はい、あ、ちゃちゃボコボコに殴られてこいつがかわいそうなんだけど、大丈夫か。結構これまたいでいかないといけないじゃね。これ位置取りが厳しいな、こいつ。一旦そこ行って、はい、エリちゃん、エリちゃん武器弱い。オッケーオッケーオッケー、蹴っとけ蹴っとけ。はい、また追い打ち。はいはいはい。で、一旦またげない。カスラはまたぐのが苦手。オッケー。それは1話から知ってた。よし、ジョブランカップ。よしよし、あ、飛ばしちゃった。またいい女になっちゃった。またいい女が。ハイサラクラッシュ。キャバ嬢すげえな、おさ。キャバ嬢すげえな。ジャックポットチップ。料理人、みじん切り、ダンサー、チアフォールダウン。知らない技だな、チアフォールダウンって。俺聞いたことねえな。パス、あ、間違った。タクシーで移動するだけでおしゃれ度が上がるんだけど。ちょっと待って、タクシーミスった。どこだっけ、ここだっけ。あと海猫さん、ちょっと大金持ってるからあんまり歩きたくない。本当に歩きたくない。で、ここまっすぐ行って、どうせ敵がいるんでしょ。で、そいつら蹴散らして、蹴散らせなくていいと。蹴散らさなくていいと。で、ここで、70万のあの詐欺武器あった。これ、詐欺武器ください。で、装備させていただきます。はい、この子です。よし。70万。70万よ、この武器。ちょっと、どいて、どいて、どいて。で、そこで行って、あ、そこに敵いるのね。あ、こっち向かってきてんのね。あ、雑魚っぽいね。まあ、雑魚っぽいけど、一応ちゃんと戦おうか。オッケー。はい。よし。はい。倒せない。倒せない。倒せないのがマジで辛い。まあいいや、適当に誰か切るか。レベル20だしな。はい。やっぱ一撃よな。普通は一撃よ。こんだけレベル下がったら、ジャックポットチップ。範囲攻撃ないか。ジャグリング、複数のジャグリングアイテム空中投げ、敵一体にダメージで振ってきたアイテムによって威力が変わる。面白いね。ドローも面白かったけどね。これマジカルやってみるか。ハッカーさん、ハッカーさん行ってみる。食らってみる。これジャグリングね。何がいい。ちょっとよくわからん。オッケーオッケー。ガードね、ガード。あ、回避率下がると脱獄臭がやばいからだ。どうしよう。カードシュート、カードシュート。あれ、灰皿クラッシュ。どれあった、灰皿クラッシュ。敵一体にダメージあったら命中率下げるかか、ま、カードシュートでこいつはやっつけられるよね。はーい、カードシュートでございます。目つぶし、また目つぶしか。よしよし、ジャスガが流行るわ。よしよし、立て直す必要ないかな。ローズ、やっぱ MP の消費がでかいな。これしか使い道がないわ。札束ビンタでいくか。もうこっちが強いからな。札束ビンタがど安定だからな。通常攻撃、あ、ミスった。よし、 OK。 やっぱ通常攻撃が強いわ。あ、またランク上がったわ。ジョブチェンしたからな。上がるよな、いけるよな。成長感じます。成長感じる。よし、 OK。
もう成長してると思うんだったらいいよ。成長してるしてないは関係ないのよ。成長してると思うことが大切なのよ。俺は声を大にして言うよ。成長してると思うことが大切なのよ。で、こっち？こっち？これ前言ってたチキンデソール。これ前行かなかったっけ？ただ、ここで帰るだけじゃなかった。あ、チキンデソール。あ、ちゃんとした買い物だよ、ここ。で、行け行け。どど、どけどけどけ。どけ、どけどけどけ。どけ、よし。ここでいいやつ売ってる？いらっしゃいませ。あ、タフネスとかか。800すげえな。800すげえな。300回復もいい加減すげえけどな。これ買っとくか。これは買っとくか。あんまり使いたくねえけどな。お金なくなっちゃったわ。マジで考えてくれ。あ、救急箱売ってる売ってる売ってる。これ10個買える？買えない。バカなのか俺は。マジ計算してくれ。4つあれば十分か。あ、栄養剤とかここに売ってんだ。買えない。ありがとうございました。いや、どうも、どうも。本当に。お金いくつ残り？ 1600 か。いや。あ、なんか落ちてる。お、ダイモン。うん。ダイモン。ダイモンで。あとは、タクシーどこだろう。タクシーねえか。じゃあサバイバー行くか。あ、あれタクシーじゃね。よし。一旦、タクシーをまた解放して、ちょっとどいて、どいて。どいて、どいて。ここね。よしよし。何もない。10円。しけた街よな、ほんとに。ほんとしけた街よな。で、サバイバー行く。で、絆を解放しないとね。もうさすがにカラオケやりすぎたからね。もうカラオケはしないよ、さすがに。さすがにカラオケはしないけどさ。あのさ、ナンバのさ、絆解放しないとね。ナンバどこ？あ、こいつも絆ゲージが結構溜まってんね。行くか。一回目だからね、ちゃんと話聞こうかな。迷うな。いや、飛ばしていいから、やっぱり。やっぱ飛ばすか。どうも、春日さん。うん。あ、飛ばすわ。ごめん。何このま。あなたは普通選択肢ガン無視するからね。よし。どうやそんでメンタル上がったわ。し、絆ゲージゲット。また続くのね。ごめんな。よしよし、解放。オッケーオッケーオッケー。これで絆ゲージレベル1。オッケー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 。よし。で、あとナンバね。ナンバ。ナンバこっち見てくるじゃん。よし。ナンバ行こうか。ネクストナンバ。あれそうなんだよ。あれこいついらっしゃいます。ホットだ。車でもレストランでも高級なものばかり特集する。非常にレジェンドモルトが飲めれば書かなくて喧嘩を。そちらがレジェンド。仕方ないな。うちのレジェンドモルトは、うん、その人以外に誰なんです。その昔俺は一人自分の気持ちを伝えようと決め、その女性が俺はレジェンドモルトだけど、いつまでと半年たち、うちのレジェンドモルトはこれでもまだうちのレジェンドモルトを飲みたいと。かっけーかっけー。一人の女に尽くす。私は数々のバーを巡ってきたが、あなたほど粋なマスターは初めてです。かっけえ。実にグッドな、いやグレートダンディーだ。かっけえ。俺物語ちゃんと見とけばよかったかな。ボトルの中身がバレずに済んだ。ああ、それにやべえ。ああ、こんにちは。タコちゃん16時間してますよ。まったりしてますよ。マスターにとって特に、それは分かってるけどよ。やばい、レジェンドモルド。永見です。永見です。あ、明けちゃんもおはよう。タコちゃんまったりやってますよ。本当に優しさ。お、タコちゃんありがとね。ポンシェリさん、ただの安い。聞いてくださいよ。言うな言うな、ダメだ。いや、ついつい分かるだって。レジェンドモルド。あ、これで解放された。やった。
パコちゃんめちゃめちゃやってますよ。あ、料理人が選べるようになった。もうナンバー選べなくてもいいんだけどな、料理人。いやー、やっとよ、落ち着いたね。ちょっと俺レモンドを取ってくるわ。またレモンド何本目よ、マジで。レモンドしか飲んでねえからな。いやー、熱い、体が熱い。待って、クーラーもつけてくるわ。クーラーもマジでつける。で、トイレも行く。もう何でもありだわ、俺。何でもしてくるわ。ちょっと全部を出してくるわ。トイレ行って。で、レモンドを取ってきて。よし。いたたたた。これ、どうしよう。こっち。一応 BGM 鳴らしといた方がいいのかな。待って待って、何やってる？待ってね。一旦止めて。セラミポジさん、よし、ガチで戻り早いでしょ。本当に駆けつけ一杯、俺はレモンドだけど、普通ならこのスープがいいと思います。キツネ、タヌキ、天ぷら、月見、お肉、東丸、うどん、うどん、うどんスープ。ありがとうございます。ちょっとごめんな、みんなごめんな、俺の出番だな。みんなごめんな。みんなごめんな。くっ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 。